清流の国岐阜創文2024は、全国の高校生による国内最大規模の芸術文化活動の祭典です。総合開会式の後に岐阜メモリアルセンター周辺で行われるパレードは、およそ1600人の高校生がマーチングバンドの演奏に合わせてバトンなどの演技を披露しながらおよそ600メートル歩きます。今日はパレードの企画や運営に携わる実行委員会の生徒14人が参加。メモリアルセンターの事務局に交通規制が記されたポスターの掲示を依頼した後、グループに分かれて周辺の店舗などを回りながらポスターやチラシを手渡して協力を呼びかけました。あと少しのある準備期間のうちで生徒実行委員が全員が一生懸命やって準備を進めていくので成功させることができると思っています。清流の国岐阜創文2024は総合開会式とパレードが行われる来月31日から8月5日までの6日間の日程で県内15の市と町で開催されます。